皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今回は EV 専用プラットフォームで開発されました新型 EQS のさまざまな感覚体験につきまして情報をお届けしていきたいと思います。電気自動車の本質は静粛性なんですが、来年期間から電気自動車へパラダイムシフトを迎えるにあたりまして、 EQ モデルでもさまざまな感覚体験をドライバーに提供すべく工夫が凝らされているんです。 EQS にはドライバーにフィードバックを与えるサウンドが用意されています。これはアクセル回路や速度、また回生ブレーキなどさまざまなパラメータによりまして再生をされるんですが、こちらの開発には約10名の開発者、そしてサウンドクリエイターが音の設計に携わりました。また約250名の開発者が静粛性、それから快適性の向上に携わっています。それでは早速サウンドエクスペリエンスを試してみたいと思います。まずはシルバーウェーブスからです。すごいめちゃくちゃ綺麗ですね。出力が伝わった時にアンビエントライトが点灯して加速と減速の状態を表してくれます。続いてビビットフラックスを試します。こちらもユニークなサウンドですね。少しですね、宇宙船のような感じのサウンドだと私は思いました。はい、そしてアクセルを完全にオフしますと、はい、ご覧のようにブルー一色にアンビエントライトが点灯しますが、回生エネルギーが効いてくるとこのようにですね、後方から前の方に、ライトが点灯していく、流れるように点灯するんですね。これによって減速、そして回生エネルギーをちゃんと取っているよというのがドライバーの視覚的にも伝わるようになっているんです。さあ、そして最後にローリングパルスです。こちらもユニークな音が鳴りました。サウンドの方も3種類試させていただきました。どれも非常に先進的ですごく個性的だなと思いました。皆さんはどれがお好みでしたか？ぜひですね、ドライブのシーンにも合わせて選んでいただけるといいかなというふうにも思います。まあ、それがまたこの EQS を選ぶ一つのきっかけになるかなというふうにも思います。続いて AMG モデルのサウンドエクスペリエンスを試したいと思います。まずはオーセンティックから試しましょう。という感じでやはりですね、 AMG らしい勇ましいサウンドが聞こえてきますよね。こちらもですね、メルセデスベンツとはやはり性格が違うサウンドが用意されているんだなっていうことを強く感じます。下り坂では少し落ち着いたような音が入ってきますけれども、かなり控えめなサウンドで運転の邪魔にならないような、そんな感じのサウンドになっているかなというふうに思います。またですね、ご覧のように今回生が効いている状況、まあ、ライトが後ろから前に流れているような状況ですけれども、これも上り坂とは少し違ったサウンドが用意されています。それでは続いてパフォーマンスを試したいと思います。おお、これはもういかにも AMG といったような非常に強いサウンドを感じました。こちら踏んでいる時だけではなくて、例えばアクセルをパッと離した時にも結構明確にサウンドが変わります。これがそのメルセデスベンツ、そして AMG 双方を共通させて一番強い音を感じるといったような演出がなされているかなというふうに私は受け取っています。この減速の際にはですね、少し落ち着いたようなサウンドのトーンが一つね下がるような、そんなサウンドが用意されています。しかしですね、こうブレーキを踏んだ時にはそれがまた少し甲高くなったりとか、そういう音の変化っていうのが、まあ、こと細かにつけられているというのがこのパフォーマンスの特徴かなというふうに思います。さあ、この AMG モデルなんですけれども、メルセデスベンツモデルと同じように赤く点灯するのか少し試してみたいと思います。いきます。わあ、一瞬ですごいトルクを感じました。このね、赤く点灯するためには結構強めに踏み込まなければいけないんですけれども、踏
踏み込むと同時に爆発的なトルクが生まれて AMG らしい勇ましい加速を楽しむことができます。いや今空飛ぶかと思いました。さらにサウンド以外にも追加で購入できる機能があるんです。例えばリアアクセルステアリングを追加で購入すると最大10度まで操舵角が大きくなり、より小回りの効くハンドリングが実現されます。またメルセデス AMG は充電音やキーロック音もメルセデスベンツモデルとは違ったものが用意されているんです。このサウンドや感覚体験というものはまさに先進的な電気自動車にだけ許されたエンターテインメントのような感じだと私は受け止めています。